はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、今日は久しぶりにね、赤尾さんも出てもらって、赤尾さんが一緒に来た。いうことで、今日のテーマは何でしょうか。ボクサーのニックネームについて、ちょっと語ってもらおうかなと。はいはいはい。まあ、赤尾はね、何個もあるよね。そう。俺、まとまってないよね。ウィキペディアは華麗なる倒し合って、それ前の、俺と会長の前の先代のトレーナーですよね。ロイヤル小林さんが引退仕掛け人っていう、ちょっと KO 仕掛け人。KO 仕掛けに引退仕掛けにじゃないの？ロイヤル小林さんが現役の時に KO 仕掛けにっていうニックネームで、量はパンチもあるし、フットワーク使えるから華麗なる倒し合って、多分メディアに言ったんだよ、4回戦の頃。そしたらなんかそれがずっと残って、まあ、その後なんかいろいろあるよ。ボー君もあるし、ボー君は会長がつけた、ボー君はこっちがつけたのかな。あ、そうなんですか。勅使河原君とやるときにさ、なんか圧倒的暴力みたいなさ、あれでつけたよね。会長とかが結構言うもんなのかな。どっかから派生してみんながそれ気に入ったら定着するみたいな。だって大橋会長でしょ、モンスター。ああ、そうそうね。だからやっぱこっちから発信するもんじゃない。だから一番最近で言ったらもうドネアがつけてくれたのがジャパニーズフラッシュだよね。だからそう、誰かがつけるもんじゃない。それかもう自分で言うんですかね。自分で言うってなかなか、うん、自分でボンバーって言わないでしょ。確かに。海外だとでも家族とかが相性で呼んでたりするのをそのままちっちゃい時から別にそのボクシング的なあだ名じゃなくて、だからさ、スパニッシュはかっこいいよね。まあね、なんかベイビーフェイスアサシンってあんまりかっこいいと思わないけど、それなんかマルケスやとディナミタとかそれどういうダイナマイト、おおあんま使ってないですけど、でも一番かっこいいのはゴールデンボーイでしょ。かっこよくないですか、ゴールデンボーイってかっこいいですね。まあ単純だけどその身にその名に走るみたいな。ゴールデンボーイかっこいい。でもレナレス選手やったらエルニーニョでオロでしょ。大丈夫。スペイン語でゴールデンボーイ。でも日本ではゴールデンボーイじゃなかったレナレスって。あ、日本でいや多分エルニーニョでオロって多分言われてたの。多分その最初の頃さ、レナレスが19とか20歳の頃多分そう言われて、日本に来た時。うん。でもなんか最近はさ、なんか下手に簡単な英語ついて全然かっこよくないよね。ボンバーとかダイナマイトとか。そういや、ニックネームとしてはマジダセイと。ダイナマイトウルトラソウル並みのダサさじゃない。ダイナマイトパンチとかね。そう、ダイナマイトパンチってあの横浜光ジムの工業名です、昔の。確かに。あ、天笠選手の送信の暗殺者はめっちゃかっこいい。日本で誰ですかね、かっこいい。やっぱ日本語がいいよね。そうだね。誰だろうね。会長はじゃあ俺のニックネームは俺は聞いたことない、マジで。浜の倒し屋っていうのは何かで見た。でも俺それもでもロイヤル小林さんが言ってんじゃないの。多分そうでしょ。会長ないよ。いや、いいとなんかニックネームと一緒だよ。いっくんでしょ。バカじゃねえか。それ嫁の呼び方。これ絶対かあ、Aサインか。YouTube じゃなかった。でも確かに石井会長なかったかも。てかその時代の選手ってありましたっけ。そこまでないんじゃない。日本ってあんまつけないですよね。今の選手は多分自分でつけてる選手も多いんじゃないか。酒井選手は僕一応向こうではエルペベって言われてました。エルペベ、エルペベ、はい、まあ隠語なんですけど、意味はプラベルガって言うんですけど、あ、プラベルガのペベ。プラベルガって最初の頭文字の P と V を言ってエルペベって言ってたんですけど、ああはいはいはい。それを略して略さないと、うん、載せれる状態じゃないんで略してプラベルガ。どういうあ、だからプラベルガっていうふうには言えないんだ。言えないです。あ、プラベルガ、プラはまあ大丈夫ですけど、プラベルガ PV だから。プラベルガもかっこよくない？いや、かっこいいじゃん。でもプラベルガっていうのは要するにテレビの前とかでは言えない言葉。人口なんだそれ。それダメだよ。ダメだよ。本当に呼ばれてたんだ。あ、本当に呼ばれてた。ええ、メキシコでチンコって呼ばれてたの。それいじめられてるよ。じゃあじゃああれさ、褒めるときに言うんですよ。お前チンコだって。まあまあまあ直訳したらそうなんですけど。だからあれと一緒だよ。これと一緒。ああ、だって親子。そうだよ。じゃ肝っ玉が座ってるみたいな。だから向こうって。相手にするとき、お前ほんま根性ないやつ、おかまやなとか、おかまやろうがとか言うんですよ。それが言うたら逆じゃないですか。金のでかいってお前男かな、お前ダコン持ってんな、略さないと言えないってこと。だからまあ仲間内ではもう普通になんか冗談マジで、まあナチョがつけたんですけどナチョがまあ口悪いんでナチョ悪いんだ。ナチョはふざけてつけたんじゃないですか。ああそうです。もともとはふざけてつけたんですけど、まあなんか意外とええなっていう感じで略したらあ意外といけんなみたいな感じでそれ拒否入れないの？別に拒否入れるんですけど、割と僕がちょっと響きもかっこいい。ペペじゃない P をペって言うんですよ、向こうスペイン語やと。だから言ったら V がベなんです。言ったらあれですよね、ペペか B とたけしがいるじゃん。玉袋筋太郎ってつけたような感じですよね。そうなんかな、そうであってほしくはない。